ごい怖い。早いですか？早いですか？レースが早いです。あ、いいね。よし、これこれ、あ、おっしゃ、おっしゃ、もう終わった。クリーザーじゃん。はい、どうも、ショイティビです。了解です。はい、お願いします。お願いします。本日で2020年終わりということで。早いっすね。早い。ちょっと振り返りを、はい、ちょっとしたいんですけど、今年の1月にコロナが出たっていうのはあったんですけど、そうですね、まあ、それまではコロナもあるけど、まあ、知らずに普通に活動してました。2月ぐらいからちょっとやべえなって。まあ、徐々に言われ始めて。そう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 。で、なんか活動がね、はい、できなくなったり。そうです。もう2月頃から使えないグラウンドとかありますもんね。そう、グラウンドが使えないっていう状況があって、野球ができないって状況になって、もうずーっとステイホームステイホームで、はい、結構ストレス溜まってたんですけど、大体6月7月そうですねぐらいから徐々に徐々に使えるようになってきて、かといってオープンにするとやっぱり人からね、まあ、人からいろいろ言われちゃうんで、はい、あまり場所とか言わずにこっそり撮影してやってたんですけど、まあ今はまだちょっと増えてきてるってことですけど、そうですね、けどやっぱり僕ら今次グラウンド使って練習できてるんで、そうすごい幸せだなと。感染予防には気をつけてやってるので。そうですね、そこは皆さんも引き続きちょっと気をつけていただければと思います。そうですね、まあ夏頃からまあ良平があのボナールとか、はい、ベイちゃんとか葵くんとかの、撮影に手伝ってくれたりして、ちょっとずつ、それはまあちょっと入ってないけど普通に手伝いに来てくれて、はい、でまあ良平の野球大好きってすごい伝わってきて、まあすごいグローブにも詳しいし、俺にないものを持ってるっていうのもあったんで、はい、ちょっと良平と一緒にやってって、俺のないところをちょっとカバーしてもらって2人でやった方がやっぱりね、まあ、いろいろ野球は成立するんで、はい、はい、お願いして10月に正式に入ってもらったんですけど、はい、正直、まあ今まで見てる側だじゃないですか、はい、だから、いろいろ裏側って結構大変だと思うんですよ。めちゃくちゃ大変です。この2、3ヶ月ぐらい、はい、実際どうですか。実際、まあ、裏側っていうか、僕最初に加入してすぐずっと雨だったんですよ、うん、で、外での撮影ができなくてずっと翔平さん家で撮影してたんですけど、ああなんかちょっとその時だけはずっとあのグローブ紹介になってしまって、あの翔さんの皆さんにちょっと飽きさせてしまったところもあったんですけども、だからすごい申し訳ないなって気持ちと、これ続けるのかなって最初ちょっと思いました。あ、なるほど。雨の日ってこうなっちゃうんだなって。なるなるなる。そこはちょっと裏側で思ったことの一つで、梅雨の時期は本当にたくさん撮っておかないと、はい、本当活動できないんで、室内とかしかないんで、はい、そこがまずびっくりした点と、はい、あとは元プロの方と撮影できたりっていうのは、うん、そこはかなりプラスになりましたし、そうですね、まあ、そういうの結構本当にチャンスはいっぱいあるんで、はい、まあ、都合が合えばっていうので、うん、まあ、今年なんかはなくなってちゃったけど、市場さんとか、はい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 、もあったり、まあ、女子プロの選手とかも予定はあって、まあそれがまあ一応来年、はいはい、やる予定ではいるんですけ ど、 なるほど。あとはまあ取材で言うとやっぱり中学、ね、取材も行ったし、そ う、 ね、まあ、そういうとこもやる。だから本当に自分らでグラウンド取って活用する、それだけじゃなくて、はい、別のいろんな野球やってる人たちの、はい、方に行って撮影するのもやる。うん、それで全部それを持って帰って編集をする、はい、サムネも撮る、はい、それも全部考える、はい、すごい大変だと思うんですよ。そうですね、あの地熱出るんじゃないかっていう本当に本当に本当に2人とも朝の2時とか3時とかまで編集して、そうですね、でその朝から仕事行ってっていう生活をしてるんで、はい、もう結構もうギリギリなんですよ。そうです、限界なんですよ。で正直言うと、取引先の皆さん見てたらすいません、電車中寝てますやっぱり見てくれる人が一人でも一人でもいる限りね、はい、頑張っていきたいんですけど、はい、まあ、モチベーションということで本当に8000人目指してとりあえずやって、あと1200、はい、1200人ぐらいですよ。そうですね、で大体月でいうと120から130人ぐらいの登録者増えてるんで、はい、まあ、このまま行けば8000人は行くんですけど、はい、やっぱり8000人行くのも大事ですけど、やっぱりどんどん新しい視聴者さんとか、そうですね、も増えてほしいと思いますし、うん、どんどんなんかいろんな企画、さらに今この時期やってなかった別の企画もいろいろやりたいし、そうですね、結構イベントとかもやるんですけど、はい、いろんな出会いとかもあるんでね。そうですね、本当に、まあ、正直言ったら僕もあの出るようなきっかけっていうのはイベントなので、そうですね、はい、その前にちょっと自粛明け直後に翔平さんと普通に試合で当たって、当たってないです。当たりましたね。それもある。そこからまあイベントでって、まあ野球つながりでっていうのも大きいとは思うので。そうですね。
まあ、より多くの方に見ていただきたいなと、それに楽しめる動画を作っていけたらなと思います。そうですね、はい、正直編集結構いいでしょ。そうですね。でも正直まだ俺良平にもう本当に簡単なことしか多分やらせてないと思うんですよ、はい、サムネイルってこう動画をこう見る前のこの、はい、押す時のあの画像も一から作るんですけど、それはまだ一回も良平 OK 出したよね。出してない。そうですね、苦手です。一番苦手です。それもすごい勉強になると思うし、はい、逆にそれがあのインスタとかツイッターのそのなんか投稿とかに意外とこう繋がってくることもあるんで、うん、俺を楽させてください。まあまあそういう感じで、本当にもう僕なんかもう4年5年ぐらいやって経ちますけど、はい、もう本当にいろんな繋がりもあります、うん、まあみんな多分知ってる向こうさん、モイ君、ボナール、ベイちゃんとか、はい、もうなんか YouTube 界でもう上から映った方が早い、はい、連中とか、まあ、アメンプラス会ったことないけど、一応なんか僕のスライダー真似して動画撮ってくれたこともあったし、うん、国産 TV、国吉 TV さんもあの一緒に試合したことあるし、はい、そう、そういう繋がりがすごいあるので、うん、僕はまあ、それで僕にまあできることを頑張っていって、はい、で、良平にもいろいろ手伝ってもらって、はい、もっと大きいチャンネルにして、ね、野球の楽しさとか、はい、まあ、良平もいろいろ多分野球に対する、まあ、昔いろいろあったと思うんで、昔からレギュラーでさ考えてたわけではないでしょ。まあまあそうですね、動画を通してどんどんこう練習して上手くなって、うん、でその達成感がその試合とかでこう結果でさ出たら、はい、まあ、それは嬉しいことだな。そんなで嬉しいでしょ、まあ、マイナス思考とか結構あるんですけど、彼はそこをまあ僕がちょっと直してって、はい、プラス思考にして、もう良平のテンションも大事なんでね。自分バカなんで全然気にしないんですよね。なるほど、そうですね。本当にどんだけ編集に関して切れて怒ってもへこたれないんでね。そこはいや言いがいがあるし、まあ、そこで折れるんだったらもう言わないよっていうなるし、はい、けどまあどんどん知らんうちに頑張ってやってくれてるんで、そこはもう評価してますんで、ありがとうございます。はい、で良平ってやっぱグローブ好きじゃないですか。はい、グローブ今だ何個くらいあんの？ 25、6、もう数えてないんで最近。25、6、はい、ってことはまあ来年あたりは大放出ってことで、まあまあちょっと考えてはいます。マジですか？はい、まあ今年も本当にありがとうございました。翔平 TV まだまだ続くとは思いますが、いつ終わるかは分かりません。なんかドキッとしてくれるらしいね。入ったばっかなのに呼められちゃうのかな。そうですね。また来年も野球取材や撮影とかイベントもできたらやりたいですね。またね。そうですね、はい、本当に楽しいので、はい、またぜひとも皆さんに会える日をお待ちしております。というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではまた明日。よいしょ、良いお年を。プレゼン企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で、現代モデル軟式内野手用をプレゼント。熱いコメントをしてください。8000人達成次第、抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして、翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があれば、ぜひともコメントをよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛びますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた綺麗。